加古さん一言言って。じゃあ皆さんこんにちは。いや実はですね、先月の27日、私衆議院議員候補ということで維新から立候補させていただいて、残念ながら落選をしてしまったんですが、今はもう維新辞めましてですね、完全なフリーでおります。でですね、皆さんに実は僕はね、維新にいる間に言いたくても言えなかったことがあるんです。西播磨県民局長、僕の姫路西高の同級生で、同じ部活で一緒に汗を流した本当の親友だったんです。だから僕は維新の立場だったんで、彼が文章を書いて以降彼とは全く接触はしていない。でも彼の書いた文章、それからマスコミの対応、あるいは議会の先生方の対応、全部しっかり見てきました。そして結論から言うと、斉藤さんの対応はけしからんです。許せない。何が許せないか、彼がね、斉藤さんが彼をなじった、嘘八百だ、事実不根だ、公務員失格だ言ったのはね、いわゆる元片山副知事がガサ入れをしたのが25日ですよ、3月のその2日後ですよ。わかりますか、25日にガサ入れをして27日に公務員失格って言ったんです。そんなね、中1日で調査もヒアリングも何もできるわけないんですよ。ふざけるなってことなんです。だからどういうことかというと、渡瀬君が書いた文書はほとんどが身に覚えがあったんです。だからこいつ俺に逆らったと、許せんとね、一県民局長が知事に逆らう、何事やと、そう彼は思ったんです。だから現場でああやって大した根拠もないのに、公務員失格だ、嘘800だ、事実無根だ、ところが先生方がこれおかしいということで、しっかりしっかり調べてくださったわけです。アンケートも取ってくださった。いや僕はね、友達だからちょっと今エキサイトしてますけど、先生方は友達でもなんでもない、しっかりと客観的に調べてくださったんです。そうしたら出てくるじゃないですか。それはね、法律上パワハラっていうのは要件が決められてるんです。要件が決められてる。だから法律上パワハラじゃないからといって、じゃあパワハラまがいのことしていいんですかってことです。副知事に不正を投げていいんですか、どう思います皆さん。あるいは自分が言うことを人が聞かないからといって机をドンと叩いていいんですか、あるいは、ね、前の座席を蹴っていいんですか、あるいは10〜20メートル歩かされて、ね、歩行者が専用になってる、で車止め、なんでどけてへんねん。さっき稲村さんもおっしゃったけれども、授乳シフトを自分の着替えシフトにするって何事ですかってことですよ。で先ほどおっしゃったように、普通は県の職員だったら知事それはいけませんよと、ここは授乳シフトなんだから、知事そんなことされたら県民の方々から、ね、問題になりますよ言えるのが普通。そんなことすら幹部が言えないような県政運営を彼はしてたんですよ。絶対に許せない。だからそういうことをするからね、ほら渡瀬君も完璧な人間ではない、完璧な人間ではない、ほら洗いざらい探されたら、十数年も遡って探されたら、ほらちょっとぐらいね、やばいことあったかもしれません、ちょっとぐらいですよ。それをね、大きく大きく膨らませて、何か知りませんけれども、東京から来た T さん、 T なんとかさんがものすごい尾ひれをつけて犯罪者のように言っている、これもまたふざけてるだっていう話なんですよ。ですからね、彼は、あ、すみません、ごめんなさい、彼はね、そういうことで本当に今は選挙で、選挙向きの顔でいい人ぶってやっておられますけども、根本的にそういう人なんです。だから変わるはずがないんです。通った瞬間に、場合によっちゃね、俺をいじめた人たちにまた仕返しをされるようなことをするかもしれない。いや多分されるでしょう。バレないようにするってことはね、知事は強大な権限持ってますから、できます、ほどほどにやればいくらでもできます。そういうことには絶対させてはいけないので、明石の皆さんは絶対にこの稲村さんに投票してください。私はもうこれをぜひお願いして、もうこれがね、僕の親友の供養になりますし、私自身政治家を志して、そして37年ね、国土交通省にいて自分自身きれいに仕事してきましたから、今の前の知事は絶対許せない。ぜひ皆さんその事実を知っていただいて、稲村さんに、そしてお友達、ご親戚、友人、
皆さん稲村さんに投票していただくようにぜひお願いしてください。よろしくお願いします。ありがとうございました。